はい、小屋ファンクでーす。はい、えい。ツイッター、YouTube、ツイッター、ツイッターでなんか質問とか要望あればっていうのを聞いて、機材持ってこともあったので、うん、ちょっとベースが多いんですよね。ベースがなんでか多いですね。しかもね、あんま動かないっすか。ベーシストって、うん、あんま浮気しないんだよ多分。あんま音色とか求めてないからさ。1本好きなの買ったら結構落ち着いちゃう。なんかベーシストの友達も言ってたもん、なんかいいベース2本ありゃいいよとか言ってて、うん、そうだよね。でもギターの場合さ、シングルあったらあハムが欲しい。そうそう、ギターもチャラいからねやっぱね、うん、シングルがあったらあハムが欲しいとかなっちゃうやん、うん、そう、アコギが欲しいだったり、そうで、ミヤコ欲しいなったりする。そうなんだよ、10本とかなっちゃうよね。そうだからチャラいっていうかかわいそうだよ。ベースとかってもうジャズベかプレベじゃん。ジャズベかプレベですね。なんかもっと間口広げてさ、間口広げたらまあなんかスティングレーとか来るかもしれないけど、でも大きく言ったらその2つじゃん。そうだからベース10本持ってる人あんまいないかもしれないもん。ああそうだね、うん、ギターは10本持ってるから普通に。そうだね、うん、ということでぜひちょっとね、あの嫁入りしたいっていうベースがたくさん、はいはいはい、娘いっぱいいるんだよね。そうね、うん、嫁入りしたい、いい子たちばかりいい子たちいっぱいいるんですよね。でそれをまあちょっと今日紹介して、簡単にちょっと触りの音みたいなのを出せればいいかなと思ってます。どれか行こうか。いやもう素敵な色ですよこれ。エドワーズの、ジャズベースですけど、多分これもともとソニックブルーじゃない。いやー色こんな風までいく、なる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 。でもかっこいいよね。ソニックブルーがちょっと退色して焼けてグリーンっぽくなってるっていうか、うん、ボディがアルダーってことは、エドワーズってことはこれダンカン？ダンカンですね、はい、まあエドワーズいいからね。そうだね、コスパいいよね。コスパ高いよね、うん、この上のブランドより人気あるもんね結構。いやなんかそれはわかる。なんか俺もなんかギター始めるやつがいるんだったら結構勧めれるな。ああなるほどね、うん、日本製で、ピックアップもセーマーダンカンのピックアップがついてて、うん、もう扱いやすいタイヤらしない。はい、すごいちゃんとしてる、はい、ベースです。色もね焼けてきて非常に素敵なベースになってます、ね、これ女の子とかもね、いや女の子いいと思うよ、色的にすごく可愛いと思う、うん、アリアプロ2もうなんかね、うん、ネックにゴンゴン来る振動が、これやっぱさ、うん、見た目もすごいいいよね、うん、ちょうどいい感じに焼けてきてるし、意外にありそうでないよね、このルックス。あピックアップデマ状になってますね、これ。あ、デマ状に変更されてる、うん、プレベらしい、うん、ガツンとくる、うん、ガツンとパンチが効いてますね、うんうん、素晴らしいです。あやっぱ80年代面白いな。70年代か。松木って書いてあるよ。77年か。エピフォンの日本製を最初作ったとこね。あ、そうなの。そして3本目は、シェクターと書いてあるんですけど、これシェクターで、ボディがセーモアダンカン。らしい。らしい。謎。謎。ただなんか、うん、木はすごい。だから綺麗だよね、なんか。うん。確かにこれダンカンっぽいな。アルダーだね。まあ、ダンカンのプレート。そうだね。この、いや、これね、これ、すごいのはね、これ、ネックが、うん、バザイが。どうしちゃったのって感じだね。多分、20、30万クラスのネックじゃないかな。なんか、でも、ほんとこうやってさ、カスタムショップで見るネックの。そうそうそう。20、30万とかで済まないかもしれないよね。うん。すごいよね。鳥いっぱいいるよ、これ。鳥が。鳥さんいっぱいいるよ、これ。ね、これすごいですよね。で、一応、これこの、ヘッドもこう、がっつりと。シェクターの周りにもすごいバーザイが。あれみたいだね、なんかあのさ、なんだっけ、オーストリッチみたいだね。あ、これなんかね、ジャズベっぽい。そうだね。
が広いですね。やっぱなんかテクニカルに使える感じだよね、うん、いろんなことに使える感じ、マルチな感じです、うん、これが79,800円の税、うんうんうん、もしかしたらさ、これネック買うだけでそのぐらいするかもしれないね。ねえ、すごいすごいネックだよこれ。これあれですね、ムーニーロゴですね。え、ムーンのムーニーロゴって言われてるのが Y になってるのかってこと。そうだ、ここになるとムーニーに見えるから、なんかムーニーって呼ばれてるんじゃなかったみたいな。今違うのよ、なんか違うロゴのあるよ。言うてもムーも結構古いもんね。いや古い古い、うん、だからロゴも結構いろいろあるんだよ。今までの紹介したベースと違うのは、まあデザインはジャズベースが基本になってるんだけど、アクティブですね、うんうん、高いベースの音がするわ。なんかひときわしっかりしてる感じがするな、うん、これ BGM って感じますね。ああ、あれですね、ホールギルバートのいきなりギタリストニューイさんだけ作ってるみたいな。ああ、そうだね、はい、いや、バックの見た目もこれね、これちょっと思ったのは、うん、あのムーンのアッシュのベースって結構重いですよ、うん、あ、重いの多いよね、うん、これ結構軽いよね、うん、これ軽い、これすごい軽いよね。あの重いとドンシャリの方向に行くんだけど、うん、これはあの軽いからミントが食ってしまう。あ、うん、あ、これいい。あんまりこうストレスたまらず弾ける感じ。これいいっすね。うん、まあなんか結構当たりだと思うよこれ。これ当たりだよね。はい、こちらです。いや、これがね、これ可愛いんだよね。重いかな、わかんない。可愛い。あれ、可愛いだけに。可愛いだけに。可愛いだけに可愛い。アレンビックっていうメーカーをまずあんまり知らないよね。まあ、80年代に一世を風靡したメーカーですかね。うん、そのアレンビックの、まあ、コピーモデルですね、はい、いや、これはね、持ってみないとね、この可愛さ分かんないんだよね、うん、確かに。これも80年代80年代じゃない80年代って結構コピー全然 OK だったからね、うん、アレンビックっていくらしたの当時って。いや、すごい高いと思う。ねえ、あ、じゃあカスタムカラーなんだ、これ、多分ちょっと待ってね、コピーモデルのカスタムカラーな多分そうこれないと思うんだよな、ブルーバースみたいなやつ、ね、うん、これはスルーネックなの。これスルーネックですね、これは。すごい完コピーで、ネックも結構ガッツがある感じね。いや、すごいしっかりしてんのよこれ。アレンビックもこれなんかワシみたいなマークがあってワシがいて、かわいって書いてあるね。かわいいワシ、心が幸せな気持ちになりますよ、はい。あなたのさ、もうこれの愛がもうこれすごい可愛いですね。ピアノの可愛いだよね。ピアノの可愛いです、ね、ピアノの可愛い。昔ギター作ってたんですよね。スルーネックはすごい大きいよね。うん、やっぱもうすごいサスティングもめっちゃある。相当レアだと思うわ。うん、見たことないもん ね、 ね。で、今80年代リバイバルあるからな、こういうベースすげえいいと思うよ、うん。そして最後にご紹介するベースは、ジャズベースタイプ、ジャズベースですね、はい、謎のメーカーの、謎のメーカーの、まあ初心者向けモデルってことですね。そうだよ、多分入門的なやつなんだけど、うん、なんか全然まとも、小岩ファンクでメンテナンスとして調整をしているので、まあ使えるベースになってると。全然使えるね、はい。色かっこいいんだよね。色かっこいい。これまで多分焼けてるよね、うん。これでも あの年代的には分かりますね、いつのベースかっていうことが。あ、本当？うん、多分これ98年か99年過ぎぐらいです。なぜならばこれグレーのジローモデルですよ、多分。あ、そういうことか。多分グレーのジローさんが多分あのブルーのジャズベースを使うまでは、はいはいはい、ブルーのジャズベースで多分売ってなかった、ね。ああ、なるほどな、そういうことね。そうだから多分98年とか7年ぐらいのじゃないかね、それ以降のやつじゃないかな。確かに中古でそういういっぱい流れてたもんね。そうだよ、カルボとかめっちゃあったね。カルボも流れたし、うなしいモデルいっぱい流れてたじゃん。うなスルーツの、うなスルーツのあったあった、ね、これで彼女のモダンを弾くわけ。グレー始めてもいいしグレー始めなくてもいい
いやでもグレーのベースだけが勉強になるよね。俺でも全部出た。そうっすね。すげえ。やった。全部出ましたね。よし。あのホームページでも詳しい画像とか全部見れるよね、多分ね。あのケンケン店長の愛娘たちをぜひちょっと。ちゃんとメンテナンスしてあります、ね、はい、あの気になった方はぜひ引きに来てもらって、はい、問い合わせしていただければ。今回は販売中のベースのご紹介でした、はい、小屋ファンクでした。